Hello, ladies and gentlemen. I'm your host, Mr. Pure, playing Yakuza Kiwami 2. Game 2, Part 15. Let's pick up exactly where we left off. We're going to... supplies. Oh, my supplies is great. さっきの佐山の態度気にならなかったか。ああ。関西で何かあったんじゃないのか。それに府警の四課長がこんなところに呼び出すってのもおかしな話だ。うん？誰もいないようだが。これは。どうしたんだ。これは佐山か。これでいいわね。こんなところに呼び出してごめんなさい。私にもしものことがあった時のためにこれを残しておこうと思いました。私が知っているすべての情報と今の私の正直な気持ちをあなたに聞いてほしかった。少しの間時間をください。たった今府警のシステムで倉橋が持っていたディスクの解析に成功したわ。そうしたらあることが分かったの。私と郷田隆二は血のつながった兄弟だったのよ。多分河原さん、いや私の父があの現場から救い出した子供が郷田隆二だったのね。今の私にとって唯一血のつながった人間が郷田隆二だなんて、こんな皮肉ないわよね。あれだけ憎んでいた極道組織の男が兄弟だったなんて。今の私にできることは郷田隆二に全てを話し、この無駄な抗争に終止符を打つこと。彼のたった一人の肉親として、そして府警四課主任の任務としてね。あなたが私に話してくれたこと、二人で歩いた大阪の街、忘れたりはしないわ。ずっと胸に刻んでおく。それが私にとって唯一のあなたとの思い出。それでいいのよ。やっぱり私とあなたは住む世界が違うんだもの。心を許した私がいけなかったのよ。それだけ。あなたは素敵だった。ごめん、笑顔で別れようと思ったのに。あなたの言う通り、宿命から逃げずに生きてゆくね。さよなら。佐山。
Where that clip comes from. Chapter 16, Decision. Awesome.
ほっほう。
Lagging on me. Damn. Oh, how do you fight this guy? Oh, part that pisses me off. Yeah.
terrible fight design. They understood. Good grief. Okay, what? We got 4,000 yen. Okay, I guess not. キリュウさんよ。リュウジ。動かないで。ゴーダ会長を返しなさい。あそこにおるわ。次にせえ。会長。無事だ。で、姉ちゃんは何をしに来たんや。あなたを逮捕しに来たの。何を今さら。自分かて登場会とするんで、いろいろやっとったやないか。そうよ。だからあなたを逮捕したら私も出頭するわ。一緒に刑務所にでもどこへでも行きましょう。何やと。もうこれ以上家族が死んでしまうのは嫌なの。家族やと。何アホなこと抜かしとんねん。ゴーダ・リュウジ、あなたは覚えているはずよ。炎で燃えるビルから助け出されたことを。それが何やっちゅうんや。あなたも知っているでしょ。自分が人言派の生き残りであるということは。せやからそれが何やねん。あなたが知らないところで、ジョン・スヨン、つまりあなたの母親は生きていたの。名前を変えてね。河原祥子、私のお母さんよ。あなたと私はジョン・スヨンの血を分け合った兄弟なのよ。どういうことや。私はあなたを助けたい。たった一人の兄弟として、そして一人の刑事として。だからもうこれ以上戦うのはやめて。ゴーダ・リュウジさん、あなたを逮捕します。嘘え。わしに妹がおるなんて。お嬢さんの言う通りや。今までほんまのことが言えんですまなんだ、龍二。26年前、スヨンが関西へやってきてすぐ、私たちは知りおうた。蒼天堀のしがない酒場、偶然私はその店でスヨンと知りおうて、彼女の素性を知った。組織から逃げる毎日、スヨンはお前という子供を抱えて疲れ切ってた。生活に余裕のあった私は彼女を助けるつもりで援助を申し出た。その後私はスヨンを見受けしたけど、関西へスヨンを追いかけて赴任してきた河原という刑事にスヨンとの仲は切り裂かれた。私の父のことね。そうや。仕方がない話や。私は所詮
極道門。スヨンも生活のために私についてきてることは分かってた。つまりわしはおかんに捨てられたっちゅうことか。違う。私が望んだことや。去っていくスヨンにお前を欲しいと言うた。私にとってお前は本当の息子以上に。うるせえ。そないなことはどうでもいい。龍二、わしは今まで孤独の中で生きてきたんや。ゴーダ人中極道を超えることだけを考えてな。せやからわしは人言派みたいな連中と結託してまで戦争を仕掛けたんや。お前やはり26年前の事件を。関係ない。わしにとっちゃ復讐とか恨みとかどうでもええ。奴らと利害が一致した、それだけ。さあ残るはあんたとの決着だけ。待ちなさい。私の話は終わってないわ。ゴーダ龍二、やはりお前は俺が思っていた通りの男だ。どういう意味？自分の生き方を変えられない。ただ馬鹿正直に己を信じて突き進む。知ったようなことを。俺の親友だった男によく似てる。戦うことこそが生きていることの証。そういう男には俺も全身全霊をかけて応えるぜ。覚悟はできとるやろね。
隊長。すみません。いいんです。これで。あんたのおかげで、リュウジの心の声を初めて聞くことができました。おおきに、ありがとうございました。合田会長。今まで私は大切なことをリュウジに隠し通してきた。ほんまのことを言えば、リュウジが私の元から去っていってしまうと思ったからです。佐山さん。はい。リュウジの父親として、息子が犯した罪を一緒に背負うつもりです。会長。私も近江の大門を背負ってきた男です。けじめだけはきちんと取りたいんや。リュウジと一緒に、逮捕してください。お見事や。合田会長、桐生さん。ここまでは見事に私の筋書き通りに動いてくれました。まさか、その声は、寺だ。どういうことや。これは全て私が描いた絵図なんですよ。26年間考えに考え抜いたね。それじゃああなたが。そう、キムデジン。26年前の事件、最後の生き残りですよ。お前どうして死んだふりなどしたんだ。あなたという人間は理屈じゃ動かない。死ぬくらいのことをしないと動いてもらえないと思いましてね。なぜそこまでして俺を。あなたが動けば近江も動く。そして関東と関西は一触即発の状態になる。そういう筋書きです。じゃあお前は龍二を焚きつけるために杯の話を持ち出したんだな。ええ、リュウジは東条会と近江の杯などを絶対に認めるわけがない。予想通りクーデターを起こして関東に牙を向けた。そしてあなたに倒される。まあこれも計算のうちでしたがね。リュウジもお前たちの標的だったっていうのか。そうです。リュウジは我々の掟に背いた。だからです、リュウジはジングオン派として行動することを拒み続けた。彼にとっては26年前の恨みなどどうでもよかった。頭にあるのは自分が頂点に立つことだけ。それならそれを利用して最後は掟に従い死んでもらおうと思ったんですよ。寺田。桐生さん、あとはあなたを片付けて東条会を潰せば全ては終わる。Knew that fight was too easy.長かった。やっとだ。寺田幸男として生きた26年間、あと少しでそれも終わる。あなたたちを倒し、あの爆弾にスイッチを入れれば全てが終わるんだ。爆弾。気がつかなかったんですか。あなたたちの目の前にあるじゃないですか。どうして。爆弾は全て解除したはずだ。倉橋の分ですよ。あなたの父親河原次郎が殺した倉橋のね。あなたたちは私の同志、いや親友を奪い去った。
だからその復讐をする私が用意したんですよ。このスイッチを押せばカムロ町が火の海になります。本気なの？安心してください。この爆弾が爆発する頃、あなたたちはすでにこの世にはいないんですから。寺田、何ですか？最後に教えろ。お前はあの時、風間のおやっさんの墓前で嘘をついたのか？何が言いたいんですか？26年前お前を助けたのは風間のおやっさんなんじゃないのか？なんでそれを？26年前のあの日、俺はお前を見ていた。어떡하지영민아씨발이래서는오래못버텨이놈아가자이누기의원수를갚아야지그래뒤에서치면이길수있을거야어生きろ、うん、お前らは若い。命を無駄にするな。生きろ。そうだったんですか。あなたがあの時の。確かに私と四民は風間さんによって命を救われた。寺田、その後私は復讐をするため風間さんを狙い続けた。来る日も来る日も。だが風間さんはそんな私を逆に世話し、近江へと導いてくれた。そうか、それでか。お前が近江に入った後、堂島の風間という男がお前のことを頼みにやってきた。私に手をついて何度もお前のことを。寺田、お前風間のおやっさんにそこまでしてもらって人間としての恩はねえのか？桐生さん、まだわからないんですか？私は人言派の構成員です。人言派の掟は全てに優先する。たとえ親だろうが、やるときはやる。それが私たちの宿命です。血の通った人間の言葉じゃねえな。
ええ。私たちは人間であることを捨てた集団だ。そうでなければ26年間も恨みを抱えてこのような復讐を計画することなどできません。とにかくあなたを倒さなければ終わらない。ここで終わりにしましょう。その勝負は終わっている。カズマ！遅かったやないか。高島、あなたには感謝している。私にとって邪魔な人間を予定通り次々と葬ってくれましたからね。来るな。動かないでください。
ご苦労だったな。あとは私に任せろ。全てお前が裏で仕組んだんか。カオリ、会長のおっしゃる通りです。寺田の動きを知って裏で画策したのは私です。オーメ連合を裏切って神言派と手を組むんか。裏切る？何をバカなこと。高島は神言派と目的が合致した。東条会を潰すという一点でな。そう、そしてその目的は果たせた。だからもうお前は用済みだ。寺田！自分が利用されているとも知らずバカな男だ。やはりお前という男は。高島、お前。うわっ、高島、お前近江をどないするつもりや。ご安心ください。私があなたの後を引き継ぎます。そんなことは許さん。メイドの土産に教えましょう。私は近江連合6代目となり、東条会を傘下に収める極道社会の全国制覇です。さらに神言派も抑え海外へ進出する。それが私が書いた最後の絵図です。お前ゴーダさん。どいつもこいつもバカばっかりだ。どうしてこう人を信用するのか信じられん。わしは心の底からお前のことなんか信じちゃいない。なんだ、まだ生きてたのか、この死に損ないが。お前の思った通りにはならん。今にわかる。まったくうるさい連中だ。桐生さん、あんたしかいない。この男を倒してくれ。寺田！最後に俺を信じて。何？なんてことをしてくれたんだ、このバカ野郎が。少しでも動いたら迷わず撃ちますよ。構わないわ、撃って。カオル、カズマ、撃つのよ。いいから撃って。キリュウ、カズマ、お前には撃てない。人を見殺しにできない。それがお前の弱さだ。バカな男だ。お前もあの男のように死ね。龍神。
生みたいなバカに裏をかかれるとは。男はのう、バカなくらいでちょうどええんや。我のような計算高い男は所詮天下など取れんのや。Here's a real fight. 本物の竜は一匹でいい。その通りだ。ちょっと何してるの。爆弾のスイッチが入ってるのよ。あと5分で爆発するわ。いやいや、頭がボーッとしてきよって。早いとこ蹴りつけようやないか。早く逃げるのよ。やめてよ、ここから逃げましょう。断る。え？お前は行け、そして生きろ。俺にはまだやることがある。こんな男初めて。さすがわしの妹が惚れた男や。こいつの言う通りや。早う逃げ。何言ってるのよ。私はもうこれ以上家族が死ぬのは嫌だ。好きな人が死ぬのも嫌なんや。分かってる。だったら今すぐ。うっさいわボケ。なあ、わしらもうボロボロや。どうせ助かる時間がないや。でも一生に一度や。兄ちゃんの頼み聞いてくれへんか。時間はないな。いいか、行くで。ああ、手加減はしねえ。来い。Hey! Ooh! 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 Ooh!
ない。くそ、手打ちのめしたる。
やるな。フッシュ。いや、わしの体には人魂派の血が流れとるんや。いずれこうしてのたれ死の運命やったんや。まあ思ったより長生きしたわ。笑顔見せてくれや。おかんの笑った顔が好きやったや。お兄ちゃん。ええ顔や。それなら私もここにいる。あなたを置いて逃げられないわ。俺のことは放っておけ。そんなことできない。早く早く逃げるんだ。うるさい。私はあなたと一緒にいるの。
キリュウ、聞こえるぞ。早く逃げるんだ。伊達さん、これ以上近づくのは危険です。時間もない。我々も退避します。キリュウ、伊達さん。あと1分ないのか。はるかちゃんのこと裏切っちゃったね。そうだな。でもきっとはるかなら分かってくれるさ。うん、そうやね。しっかりもんやしね。ありがとうね。私ずっと忘れないよ。寺田のおじさん、本当にありがとう。あの爆弾が偽物だったとは。寺田が一番の役者だったな。ああ、奴が言っていた通り、高島のことは心から信用しちゃいなかったのさ。そうだな。最初から爆弾の信管は抜かれていたわけだしな。鼻から爆発させる気はなかったってことだ。しかしまあ、爆弾が起動した時はどうなるかと思ったぜ。ああ、だがあの時、寺田の判断がなければ高島の思い通りになっていただろう。お前、あの爆弾が爆発しないことが分かっていたのか？いや、分からなかった。だが奴は最後に信じてくれと言った。お前に何を信じて欲しかったんだろうな。多分風間のおやっさんへの気持ちだったんだと思う。今思えばな。なるほどな。その言葉に嘘はなかったってわけだ。ああ。あ、he didn't have to die. He's in the next games. Damn.
Wow, I never even made a million in the game. That's actually kind of sad on my end. So I completed, it looks like about roughly a sixth of the game. Down to almost 700 people. Have 15 hours game time, which I know is not true on Steam. It says 30 plus before I started these last 2 hours. Difficulty normal. I did more attack power, less defense, and I paid the price for it. But overall, I did pretty good. And there's my million. All right. So since it's not gonna take me back and everything, you guys can hear me clear as day. That's it in today's episode. Thank you all for watching. I'm Joseph Strap. That was the end of Yakuza Kiwami 2, Team 2, Part 15. I'm free on my host, DSAP Bootstrap, and I will see you in Yakuza 3, Remastered.